はい、それでは11月13日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。11月ももうすでに半月が過ぎようとしています。この半月でどれくらい勉強を進みましたでしょうか。今の勉強量で合格できるかを考えてみます。試験日まで11ヶ月ありますので、半月の22倍の期間があります。今の勉強量に22倍をかけて合格できるかを考えればいいだけです。例えばこの半月で過去問10ページを行ったというのであれば、この調子で勉強を続ければ試験日まで220ページできることになります。これは10ページの22倍ということで220ページということですね。で、過去問っていうのは、何週かしないと頭に入らないので、半月で過去問10ページの勉強量ではこれ全然足らないことがわかるんですね。220ページっていうと、おそらく過去問も、1冊よりもっと少ないんじゃないですかね。つまり1冊も行えないということになるんですよ。これでは全然足らないわけですよね。なのでちゃんと再度計画を立て直してみる必要があります。で、個別指導では計画の立案とか管理も私が行いますので、勉強進んでいなければ、もうちょっと早めにしなければいけませんよ。あと勉強時間作れていないなら、このように勉強時間作っていくといいですよ。みたいな感じで、アドバイスもさせていただきますので、ご安心いただければと思います。で、個別指導の値上げまで残り2日です。15日までは、今の、価格なんですけれども、16日になってしまいますと、値段、上がってしまいますので、その点ご了承いただければと思います。今であれば合格していただく自信ございますので、来年絶対合格しましょう。で、問1ですね。A は B の代理人として、B 所有の土地について C と売買契約を締結したが、A は無権代理人であった。C がこのことを知っていた場合でも、C は AC 間の契約を B が追認するまでは取り消すことができる。丸か×かという問題です。考えたい方は一旦動画ストップしていただいて、動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えはどうなっているかというと、これ×ですね。無権代理人の相手方、今回で言うと C さんですね。C さんは過失の有無に関わらず、無権代理について善意であれば、つまり A さんが無権代理人だということを知らなかったのであれば、本人の追認のない間は取り消すことができるんですね。知らなかった場合に限って相手方は取り消すことができるんですよ。で、今回の問題では相手方 C は無権代理人であることについて知っているんですよね。したがってこれ取り消すことはできません。したがって誤りです。無権代理行為を取り消す場合、相手方 C っていうのは善意が要件なんで、これしっかり頭に入れておきましょう。問2ですね。取引士、宅建士は、常時取引支障を携帯して、取引の関係者から請求があったとき、提示することを要し、これに反したとき、違反したときは、10万円以下の過料に処せられることがある、丸か×かという問題ですね。で、答えは、×です。取引士は取引の関係者から請求があったとき、取引書を見せてくださいって、請求があったときは取引書を提示しなければならないんですね。しかしこのルールに違反したとしても過料に処せられることはありません。つまり今回の問題は10万円以下の過料って書いてありますね。これが誤りなんですね。つまり宅建業法違反にはなるけれども罰則の規定は適用されないと、罰則はありませんよっていう話なんですね。で、この部分細かいんですけども、こんなことも出題されるんですね。で、どうしたらいいのって思われるかもしれませんが、もうポイントをちゃんと押さえていく勉強をするしかやっぱないんですよ。で、独学の方だと、そのどこがポイントかを見つけるのっていうのはすごく難しいんですね。これはですね、もう過去問を自分自身で分析しながら、どこがポイントかっていうものをもう見極めていくしかやっぱないんですよ。個別指導であれば、ここがポイントですよ。ここを合わせて覚えてくださいねっていうふうにお伝えできるんですけども、独学やっぱ、それ、できないですよね。教えてもらう人がいないわけなので。なんで、もうそういった方はもうとりあえず、もう覚えていくしか、ないので、覚えながら、また過去問を解きながら、過去問を研究して整理していただければと思います。で、問い3ですね。A が所有する監視区域内の土地、面積1万平米を、B が購入する契約を締結した場合、A および B は事後届で行わなければならない、丸か×かという問題です。答えは×です。この事後届でっていうのが誤りですね。正しくは事前届でです。監視区域っていうのは、
事後届出ではなくて事前届出、つまり契約する前に届出が必要なんですね。で、今回特別に合わせて、覚えていただきたい部分をお伝えいたします。監視区域内において事前届出が必要となる面積、これは都道府県の規則、これで定められます。この面積っていうのは事後届出よりも小さい数値で定められるんですね。例えば事後届出の場合、市街化区域内では2000平米以上で届出が必要ですよね。一方で事前届出の場合っていうのは、市街化区域内では例えば100平米以上の取引で事前届出が必要といった感じで、この2000平米よりもちっちゃな数字で定めます。つまりより小さい面積での取引、これも届出の対象になってくるというわけなんですね。なぜかというと、監視区域っていうのはそれ以外の区域、つまり事後届出の区域よりも地価の高騰の可能性が高いんですね。なのでより注意深く監視が必要なんですよ。そのため事後届出の面積、まあ、2000平米よりも小さい面積で定めて届出をするようにしています。で、さらに追加で頭に入れていただきたいポイントとしては、事後届出の場合っていうのは買い主のみが届出義務者でした。つまり売り主っていうのは届出しなくてもいいんですね。一方で事前届出の場合っていうのは売り主と買い主双方が届出義務者となりますので、この点も合わせて頭に入れていただければと思います。今回監視区域についてちょっと詳しい部分までお伝えしました。もうこの部分理解できていない方、実はほとんどなんですね。おそらく独学の方だとこれ理解している方どうですかね、 10% いるかいないかだと思います。なんでぜひですね、今回特別に理解の仕方までお伝えしましたので、理解していただければと思います。で、今回お伝えをした解説は無料解説になります。宅建合格に必要な関連ポイント、理由付け、具体例、こういった理解学習については無料解説ではなくて個別指導で解説させていただきます。もしあなたが宅建合格を目指しているというのであれば、私はあなたと勉強がしたいです。個別指導がどういったものなのか、これについてはこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひご覧ください。で、勉強の仕方だったりとか勉強時間の作り方、これについてお悩みを抱えているというのであれば、お気軽に私に直接メールしていただければと思います。で、私のメールアドレスについてはこの動画の下の概要欄に合わせて記載しておきますので、メールしていただければと思います。私に直接届きますので、ご安心いただければと思います。次の試験であなたに合格していただきたいと思っておりますので、一緒に勉強できたら嬉しいです。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。